皆さんこんにちは。今回はクロケット&ジョーンズのタッセルスリップオンチェスターのご紹介です。本店1階からお届けしていますトレーディングポスト YouTube チャンネル、今回ご紹介するのはこちら、クロケット&ジョーンズのタッセルスリップオンチェスターです。こちらがそのタッセルスリップオンのチェスターなんですが、皆さんクロケット&ジョーンズでタッセルというとキャビンディッシュを思い浮かべる方多いのではないでしょうか。こちらがクロケット&ジョーンズのタッセルスリップオン、おなじみのキャビンディッシュ3です。チェスターと並べてみるとこんな感じで全く違った印象のタッセルスリップオンですね。ではこの2つどのように違うのでしょうか。見ればわかると言われそうですが、ちょっとその辺も触れていこうと思います。まずこのチェスター、このつま先のデザインがいわゆるウィングチップのデザインになってます。ウィングチップとはこのつま先のパーツが鳥の羽を広げたような、このアルファベットの W のような形状になっている、このデザインをウィングチップと呼んでいます。チェスターはこのウィングチップのタッセルスリップオンなんですね。さらにチェスターの場合、このウィングの羽がかかとの方までまっすぐ伸びている、いわゆるロングウィングと呼ばれる形状になっています。イギリス靴ですとご覧のようにこのウィングが途中で下に落ちているデザインのものが非常に多いんですが、このチェスターの場合後ろまで伸びているんですね。この羽が後ろまで伸びるロングウィング、アメリカの靴でよく見られるディテールなんですが、このチェスター、イギリス靴の老舗メーカーであるクロケット&ジョーンズながら、このアメリカでよく見られるロングウィングを採用しているんですね。ということでデザインは非常にアメリカンなんですが、仕上げの方はさすがのクロケット&ジョーンズ、ヨーロピアンテイストの上品で繊細な仕上がりになっています。つま先に施された穴飾り、メダリオンはこんな感じ。穴数はちょっと少なめで上品な印象ですね。靴底はこういった感じになっています。オーソドックスなレザーソールで非常に美しい仕上がりです。ではこちらもう一回チェスターとキャビンディッシュ3並べてみました。いかがでしょうか。デザイン全く違うんですけども、なんとなく似ている感じもしないでしょうか。実は使われているラストはキャビンディッシュ3と同じ375というものなんです。375はちょっとこうつま先が若干厚みのある非常にベーシックなラウンド2、ちょっとこうカントリーシューズとかカジュアルテイストのものによく使われるこのシルエットのものなんですが、かかとの方は日本人にも非常に嬉しいちょっと小さめな作りになっているんですね。ですのでスリップオンながら非常にフィット感も良く快適な履き心地となっています。タッセルのデザインはこうして見るとどうやら全く同じものが使われているようです。さてこのチェスター、今回2色ご用意しています。まずこちらのダークブラウンのカーフ、そしてブラックのカーフで、このチェスターとキャビンディッシュ、デザイン的にはウイングとこの U 字型のモカシンというデザインなんですけども、両方ともちょっとカントリーテイストというかややカジュアルなデザインではありますので、その使用できる TPO ということでいうとほぼまあ同じようなものになりますので、どちらがいいかというのはもうお好みでお選びいただければと思います。1879年創業、イギリス屈指のシューズメーカーであるクロケット&ジョーンズ、そのクロケット&ジョーンズが作ったアメリカ風味のタッセルスリップオンチェスター、ぜひ一度お試しになってみてはいかがでしょうか。こちらの動画では商品やイベントなどさまざまな情報を発信していきます。今回ご紹介しましたチェスター、概要欄に公式通販サイトの URL を貼っておきますので、もしご興味持たれた方はそちらもチェックしていただけると大変嬉しいです。あとトレーディングポストではオンライン接客というものを今行っています。何かお困りのことがございましたらそちらもお気軽にぜひご利用ください。それではまた次回お会いしましょう。